ルキウス・タルクイニウス・スペルブスは王政ローマ第七代にして最後の王。タルクイニウスが追放された後、ローマは共和制に移った。第五代ルキウス・タルクイニウス・プリスクス王の息子で、先代の王であるセルウィウス・トゥッリウスの婿にあたる。コグノーメンのスーパーバスは傲慢名を意味し、日本語では傲慢王と訳される。ルキウス・ユニウス・ブルットスラーによって、ローマから追放された。 伝承によれば、戦王、セルウィリウスを殺害すると、ラティウム地方に派遣を伸ばしたという。また彼の妻トゥリアは、戦王の娘であったが、父親の殺害の中心的人物だったとも、伝えられている。少なくともタルクイニウスとトゥリアが、セルウィウスの殺害に何らかの形で関わったのは、間違いないとされている。妻にけしかけられてついに、セルウィウスを排除すると、タルクイニウスは、 王の諮問機関である元老院を召集、自らを王と宣言する。常に身近に衛兵を置き自らの身を守ると、戦王に関わった元老院議員を殺害していき、さらに市民の生殺予奪を思いのままにして恐怖でもって支配を強めていった。対外的にはラティウム同盟との盟約を新たにし、ローマとラティウムの混成部隊を編成すると、 ウォルス貴族や近隣都市ガビーとの戦争を始め、ガビーの守りが固いと見るや、息子、セクストゥスタルクイニウスを使った計略でもって手に入れた。そうして国外が安定したところで、今度はユピテル神殿や下水道の建設事業に市民を酷使し始めた。紀元前509年に王子セクストゥスタルクイニウスが起こした、合間事件に橋を発するルクレティアの自殺を、 きっかけとして、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスらがタルクイニウスに反旗を翻し、彼の演説に同調したローマ民衆によって、王を支援する家族、勢力は追放された。王政のローマは終焉し、共和制へと移行することになる。彼の故郷は、エトルリアのタルクイニーで、ローマに内通者を作る計略に失敗した後、ウェイとタルクイニーの支援を取り付け、ローマに反撃した。ブルトゥスと、 息子の一人が刺し違える激戦だったものの、敗北すると、エトルリアの強大な都市クルシウムのオーラルスポルセンナを頼った。紀元前508年、ポルセンナは、ローマを抗議するなどして、共和制ローマを苦しめたものの、最終的には和平を結ぶこととなり、タルクイニウスは、トスクルムに亡命することとなったという。さらにその後も、腰シタ,ンタンとローマを狙う者の,のレギルスコの戦いで、 敗北。結局、大いに戻ることなく、紀元前495年頃に空前にて没した。ありがとうございます。